ジョイパチンコライフ7日勝負厚木金田編。どうも皆様こんにちは、スロット盛り上げ店長の勝森です。ジャパンニューアルファ様におきまして、毎月7のつく日のどこかで撮影している7日勝負、この番組はグラビアアイドルの7日様がピーマートメンバーになるために、現役ピーマートメンバーから与えられる厳しい試練や苦しい難関を乗り越える娯楽番組となっております。今回は新様をお招きして、山佐様のパチスロゴッドイーターバトル後半戦をお送りします。7日勝負、現在バトル開始から1時間が経過しております。はい、まず通常時さあ振り口を、これです、まあ、とりあえず今初当たり終わった後なんで、どうしましょう。私は荒神倒したいって思ってます。じゃあ今、AT 終了後なんでゲーム2ですぐ当たるかもしれないんで、まあ一応100ゲームぐらいをめどにざわついて、ね、100ゲーム以内に連チャンしてくれるといいなと。そうですね、感じかな。そうか、そううまくいくかなって。まああとはレイアップ引いて自力で直撃かチャンスゾーン出るか。この番組の新ナビゲーター金田一まどかです。よろしくお願いします。早速ですがここでルールの説明をさせていただきます。ルールはズバリ3時間のサマイ勝負。勝利者賞としてレンブラントホテル厚木のランチお食事券を、サマイ3000万以上でレンブラントホテル大分の宿泊券をプレゼント。また勝者の出玉で景品が当たるプレゼントクイズもあるわよ。詳しくは番組ホームページをご覧ください。ゾーン狙いとかあんのかな。どうですか最近。忙しいね。いや本当皆さん忙しそうですよね。ね、全国各地、全国各地どこ行きました最近。鹿児島、福岡、大阪、京都。美味しそう。なんか、太った太った、食べ物ばっか太っちゃった。鹿児島行ってあの白クマを。白クマ。白クマ知らない。え、待って、白クマ食べたの。え白クマ知らない、ご存知ない。あ、アイス。アイスね。あ、びっくりした。あ、なんかそういうジビエみたいなのの海苔と一緒でクマをお肉を食べたのかと思って。あ、なるほどね。白クマというアイスね。鹿児島の天文館無邪気という白クマ発祥の地で。白クマってあのコンビニで売ってるのと違う。あれの、まあ発祥の地なんで、ふかふかのかき氷。お店が、あ、そうなんだ。いいな、それは美味しそうです。で、うまい。一人で、男一人で、喫茶店のところでかき氷を食らってました。でも、もうだいぶ暖かくなってきたし、ね、かき氷も食べたいですね。だいぶ季節的に美味しくいただけるかもしれない。何も起きねえっす。何何？いやこの台何も起きねえなと。何も起きないから雑談始めたんじゃないですか。そうなんだよね。そうですよ。ゴールデンウィーク何しますか？お休みあったんですか？仕事。そうなんだ。10日間ほど。家を留守にして。え、どうかも。鹿児島から。どうかもいなくなったんだって。鹿児島、福岡、ね、南から、まあ。移動もそれなりに大変だから疲れますよ、ね。そうそうそう。私はですね、広島に帰ってました。あ、広島って最近本当なんだろう、テレビやメディアで広島。まあ、カープ話をよう見るようになったね、今年は。もう今広島人はカープで必死なんですよ、ね、
すごいよね。でも私毎日速報とか見てますもん。すげえな。なんか何か起きたら言ってください。はい、全然何も起きないですそのでですね、はい、広島に帰った時にパーク見に行ったんですよ。おひた、ひた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 なんかひたよ。なにやばい、出た、来てる。あの時代ですか。すごい、やっぱり新さんは新さんだった。ちょっと私も見たいから、はい、ちょっと黙ってましょうか。あ、全然喋っても。いや、ちょっと見たいなと思って。見たいよね。いやー、フリングしたらすごいことが起きるんだよね。あー、リールが動くんだね。これは何ですか。確実に熱いであろう。これは大変なことになります。ただの当たりではないであろう。これは一体人はまた神に抗う。はい、特務ウロボロス。ウロボロスやべえ。はい、大丈夫ですね。この間15ゲームで赤7が、まあ、揃いまくると。ちょっと待ってくださいね。呼吸を整えましょう。そうだいやー、これは事故るぞ。いやー、さすが、もうほんとシーンさん当てるんだよ。はい、行きましょうか。じゃあちょっとすまんね。いやいや、行ってください。すまんね、行きますよ。はい、はい、行きましょうか。フリーズからの特務ウロボロス討伐戦は15ゲーム1セットカットインが出て7が揃いまくると。おい、一角です。下段で一角。もうこれ1対1だ、結構大事よ。なんかシンさんがおかまみたいな喋り方。はい、もうこういうのは大事だから。で、ちょっとダブルラインで揃うことがあるんじゃないかな、これ。まあちょっと打っていきますか。おお、そうくる。で、レバーを叩いて揃うと。どうなんの。ああ、なるほどなるほど。さすがに導入されて間もないし、まあ打ち込んでもないんで、初めてなんでどうなるか全く分かんないです。とりあえず揃いまくるということで。で、揃いまくった後は揃った分だけ荒紙ストックなのかな、なんて感じですよね。1回ぐらいダブルラインで揃わないかな。いや、すごいな。あー、もったいない。よし、赤、赤カットインだとどっち、揃いがつると。いや、すごいね。めちゃくちゃかっこいい。あー、けどよいしょ。そうだね。やっちゃった。シンさんのおかげに、シンさんのおかげに夢中だった。外れることもあるんだ。なるほど。やっぱ青カットだと若干外れることもあると。15ゲーム結構大事だな、これ。チャンス。両チェリー引いたらどうなる。特にないのか。おお、ダブル、ダブルライン。で、これで2個以上ストックなのかな、2個なのかな。まあ、とりあえずこれで終了ですね。一角。はい、ということでウロボロス、終わりました。で、7何回揃った、さすがに出るでしょう、10回。じゃ、とりあえずこの10回、荒紙に勝利することが確定なのかなと。10回ですよ。で、ここから、はい、7日勝負のバトルステージは神奈川県厚木市
下市にあるジャパンニューアルファ厚木金田店。国道246号からは金田立教より北へ、国道129号沿い下市入口バス停すぐの場所にあるわ。はい、じゃあ行きましょうかね。さあここから大変なことになります。荒紙10体倒しますよ。大変なことになりましたね。はい、あ、これは写真は、これは大丈夫。これもう行っちゃうんだよね。で7がまあ10回揃ったんで、このあと荒紙をまあ10体は倒せる。え、めっちゃストーリー見れるじゃないですか。だから 10話は最低ね。すごい、それが楽しみじゃないですか。そうだ、やっぱフリーズはすごいね。いや、フリーズって言ってたけど本当に当てると、はい、これがあの映像でやれるかやれないかの違い。さすがっす。さあ今日は勝とう。毎回来ればいいのに。今レギュラー叩き込んでるんだから。確かに。いや、本当一通りこれで見せれるんじゃないかな。本当にそう思う。私何すればいいんだろう。私ただただコインをさ飲まれていくっていうだけの足を引っ張るじゃない。まあ私勝負なんで当てなきゃいけないんですけど、ね、でももうこの時点でフリーズ引かれててずっともう何すればいいんだろうみたいな。とりあえず当てよう。そうですね。で、いきます。で、一応フリーズからの初当たりなんで AT レベルっていうのも高いと思うんですよ。なんでここで選択される荒紙もこっちじゃなくてこっちの方を選ばれやすいんじゃないかな。どうなんですか。まあ、とりあえずで、もう勝てるんで、結合崩壊すれば、まあ、バトルに発展するんで、バトルに発展したら勝ち確ということなんでしょうね。仮に40ゲーム消化して結合崩壊できなかったら、あの7揃い分はどうやって出てくるか、ちょっとそこら辺気になりますが、まあ、とりあえず消化していきましょうかね。チャンスです。リプレイでチャンス。で、2回目おい、そう迷う。中7揃いすることができれば、まあ、勝利確定、まあ、揃わないですね。カットインも今青だったんで、まあ、強い方のカットインもあると思いますので、これは弱い。揃った。で、揃ったんで、8カット。7日勝負、まあ、早速いきましょう。ほい、ここでチェリーとやっちゃ連打でゆっくり目に押します。結構でかいよ。かわいい、かわいい。50ゲームでかい。ピョンピョン。さあ、まだ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 いけるよ。ちょっとここまで来たらもうあとはもうどんだけ乗せれるかなんで、サクサクいきましょう。そこら辺のエピソードは皆さん自分で打って楽しんでください。こんなんで守りきれると思いますか。なのか勝負。さっきの男の子みたいな。そうだよね。あの、あ
れが荒髪なんだ。そういうことなんですよね。ああ行かない。やっと当たりました。もう500回回して。明日よ。明日よこれ。シンさんに勝てるかどうか置いといても、とりあえず当たらないと不安ないです。よしやりましょう。おお来た。人気解放。ごめんなさいね当たったところぶっちぎりますよ。帰れない。はい。はい大祭り騒ぎです、人気解放はあの上乗せ特化ゾーンです。で 60% から 90% の継続率がある上乗せでレバーを叩くごとに、まずはゲーム数上乗せで、このキャラクターにも、いろいろ秘密があるそうです。せい、これは 60% なんでね、最低でもアリサ、アリサだと継続確定、ね、ただ一方これだと終わる可能性があるのか。これはすげえ安いやつじゃないのかな、20ゲーム。あれやばいぞ、これもったいないやつだね。終わったね、20ゲームでした。騒がせました。まあまあいいもん見た。でとりあえずこれでもう全部見たんじゃないのかな。一通り見たよねこれね。 あとは最後ねスサノオ見てない。スサノオ7箇所回数も少ないね、やっぱすごくないですか、あんなに溜まったのに、あんなに大変だったのに普通に終わるのに、そういうもんなんだよな。そういうもんだね。7日勝負もう、なんかもらったんじゃねってやつよね。神やつだね。ジャクチリー引いてリンクマスト、できればリプレイ、ソーマが出てきました。いいじゃない、もう一つリプレイ、早いね、96ゲーム。ソーマかっこいい、やっぱソーマできる男だね。ソーマかっこいい、大丈夫か、勝っておきたい、勝っておきたい、おお、でかい、これはよし、いつゲーム、よっしゃー、50ゲームは大きいよ。ああ、私は2番までしか見れないんだよいつも。こっからだね。ああ、これで食らわなくて避けたりするとまたチャンスだった。有利だ、あ、今有利らしい、有利だ、これはいける。あ、チェリー、お、チェリーじゃん、どうチェリー引いたらもらったでしょう。ジャック、お、行った、よし、やっと倒した、さあ、やっとエピソードが見れる、初めて倒した、やっと倒しました、よかった。そうか、初めてか、初めて、いや、本当ですよ、私、ね、倒さずに終わるかと思いましたもん。
これで神を食らってください。やった。おどうなる。あ、変換か。チェリーがチャンスチェリーへ変換。弱チェリーから強チェリーに変換されたと。ほうほうほう、なんかチェリーへ変換。そうそうそう、って書いてある。あ、これこれ書いてあるの、ね、さあ神食らって、ボタンを押して何ゲームか、はい、あ、こういうものなんですね。30ゲーム、そしてストーリーが進むと。およかった。なるほど、さあエピソード3、ストーリー3か。あ、初めて見る、はい、僕は僕で見せたかったですよ。ゆる、まだいけますね。ストックあったのかな、まだ。あ、下まで行った。下まで行ったら熱いとかあるのかな。さあ16番、さあ人型の荒神、お預けにしてくれ。だからこれは荒神から。おお、即何、これで勝ち確1個。嘘、うん、やった。ストックだね。 なんで途中なんか引いたのかな。やった。ストーリーの途中にこんなことがあるんですか。ここは荒神ストックを行ってるんでね。で今はもう勝ち確定してるから、この後に出てくる荒神が、まあ、上乗せ期待度が高いやつが出てほしいところ。そうですよね。うわ、これでかい、これでかいよ。勝利も報酬もいいんだ。そう、おお、いいの来た。いや、いいタイミング。これはこれは大変で、上乗せ時は、こいつだと50ゲーム以上の上乗せが望める。いや、いいタイミングだよこれ。いいのがやっときましたね。見せ場見せ場。こっちばっかだね。で、今まあ勝ち確定なんだけど、結合崩壊を早めにすればゲーム数を結構残した状態で上乗せできる。あ、確かに全然ダメ、全然。だから一応全部ゲーム数なくなっても、まあ、バトルに発展はするんだけど、そうだ、まあ、早めに結合崩壊させてゲーム数いっぱい持っておきたいよねっていうこと。ひょっとしたらあれだ、これでゲーム数によっては自分が使った分を取り戻せるかも。お、あっち。あ、これで赤7分のストックはさすがにないだろう、もう。あ、押して、お、よし、そうなるとここで追加。神圧3桁いったでしょ。ナウフゲームですと。やっぱこの神を喰らえのタイミングで連絡いくと熱いですね。よし、100ゲームゲット。お、そっちも追加。そのタイミングだともったいないのかな。さあここは何ゲームだ。神を喰らえ、でかい、はい、神圧。さあ何ゲーム。100ゲーム。100ゲーム、すごい大きい、うん、100ゲームあればまだまだいけるでしょう。なるほど、そういうことか、うん、さあエピソード楽しんで。ストーリー4、エピソード楽しい。現在残り217ゲーム、まだまだ
余裕です。100ゲーム普通に倒せるよ。3時間サマイバトル終了、はい、制限時間いっぱいと様でございました。ありがとうございます、はい、今日は、ね、はい、日曜なんでギャラリーの方も多いですね。そうですね、ありがたいですね、はい、普段見ない方がいっぱいいますね、うん、はい、それでは、はいはい、早速ですが、まあ、枚数の結果発表から結果発表いきましょうか、はい、じゃあ私からいきますね。どうぞはい、今回は、はい、投資1034枚、あ、いったね、回収266枚ということでマイナス768枚でした。ちょっとね、制限時間がね、まあそうですね、これからって時に終わっちゃったのと、うん、途中結構ドハマりしちゃったんで、うん、けどね、1回だけだもんね、ハマったのは。ハマったのは1回なんですけど、うん、ね、そんなことよりちょっと若干、はい、あの C さんの出玉、はい、あれが気になる、はい、じゃあ結果だけまず、はい、お願いします。僕は投資が752枚、回収1791枚、結果プラス1039枚、はい、さすが1000枚オーバー、さすがです。ということで今回は、はい、C さんの勝利。いやー、できればね、この番組の記録枚数を、ね、更新したかったんだけども、うん、まあ、ちょっと今日私にね、いろいろ教えてくれたりしてたので、それもけど時間さえあれば更新できたはず。あ、でまだ残ってたしね、フリーズ引いたし、ま、残ってもいや、フリーズ引いたんですよ、ね、フリーズ引いてる横でドハマりしてて、そうそうそう、で前回の新田さんの最高マイナス記録を更新したらどうしようと思いながら、私はもうギリギリなとこだったんでもうどんよりしてたもんね、もうどんより、もう無理無理もう無理、もう僕だけテンションが上がって取りこぼしたみたいな感じになっちゃうぐらいの気持ちになってたけど、けどあれ見てて面白かったよね、ストーリーで。いや面白いし、ね、ゲームもしたくなりましたね、うん、あの台はね楽しいね、かっこいい、うん、ちょっと時間あればやっぱ最後まで25は、そう、うん、当たった後にバーって選べて、うん、期待度と、そう報酬のあれが違うじゃないですか、それがすごい分かりやすいし、あ、こいつ負けるじゃんと思っても、でも勝ったら大きいじゃんって思えたら結構よくできてる。それはいいな、そうそう、だからしかもうまいこと、ね、AT 中はなんだろう、リプレイで頑張れるというか、うんうん、スイカチェリー引かなくても大丈夫だったりするから、そうですね、結構ね、引きが弱くてもやれるかもしれない、やれるかもしれない、うん、リプレイで頑張れる、はい、あ、いい台でしたね。なので台がとても楽しかったんですけど、スロットを改めて今日説明しましたがどうです、スロット、まあ面白い、でもなんか特に今回のは分かりやすかったのもあって、うん、今日はねすごいサクサクといけたし、ね、うん、チェリースイカの取りこぼしもいつもより少なかったから、あ、自分自覚してる部分も、ね、あるんですけど、あ、ただ、まあ、私が多分一番苦手なのは、うん、あのチャンス目、うん、まあ、突然ね、そう、リールがあんまり分かってなかったりして突然当たったりするんですけど、まあ、知れば知るほど面白いけど、うん、知らなくても楽しめるよっていうのは分かっていただければいいと思います。目押しができなくても大丈夫だし、うん、そうですね、うん、今スイカ取りこぼしても枚数もらえるやつだ、ほら出たりしますしね、そう、はい、なんで、まあ、気にせず楽しんでもらいたいなと思いますね、はい、まあまあ、結果はこうだったんですけど、うん、今日の設定はいくつだったと思いますか。全然わかんないんです。一応、うん、この台の設定カンパ材料というものがあって、はいはい、スイカがよく落ちる台ほど高設定と言われてるんですが、なるほど、エンディングに来てしまい、うん、何回スイカ取ったか見てないです。私もなの。だからどっちが多いかちょっと見たかったなと思うんだけど、そうですよ ね比べなかったけども、でも通常時とか関係なくスイカを引く、そう、スイカの回数をカウントしたいんだけど、あとはまだね、解析的なものが分かってないから、チャンスゾーンによく入ったり、うん、AT 初当たりが早かったり、そこら辺で設定差があるのかなっていうとこなんで、なるほどね、で、強チェリーが何もしなかったりとかあったんですよね。あ、うん、ありました、せっかく引いたのに強チェリーが変なクッキングみたいなので終わっちゃったりとかしちゃったりして、うん、それの回数的なものも含めて、はい、設定6だと、うん、強チェリーとか引いて、うん、しっかり何かしらチャンスゾーンとか当たったりとかつながるのかなと。あ、なるほどね、で今回外れたりもしたんで、うん、外れた回数的にも設定、うん、4 6ではないのかな。まあフリーズ引いちゃったんでね、で俺がフリーズ引いたからそう当たったと、まあ、もうあと設定関係ないところだ、フリーズ引いたし、まあ、難しいですよね、うん、見るところはない、4でも6でも引いちゃったら、そうそう、まあね、うん、まあそんな感じで、私の台どうでしたか ね1回ハマっただけで初当たり早かったからね。そう、当たるのは早かったし、引き戻しもすごい早かったんですよ、うん、だけどスイカとチェリーか、スイカとチェリーたちの働きか、
どうなんだろうね。どうだろうな。そこが関係してるのかもちょっとまだ分かんないんだけど。そうですよね。本当感覚でしかないねこれは。まあ5ぐらい。お6とは言わず5で。まあ当たったし。そうね。よく当たる台ではあったなとは思うのかな。うん、はい。そこら辺の答え合わせはこの映像に載ってると思うんで。そうですね。そうしましょう。楽しみにしておきましょう。しはい、本当楽しい台でした。あ、今日は。今日はね。楽しい台でした。楽しい台でしたね。私の成長ぶり感じれました。多少は。あ、でも今日一生懸命綺麗に打ったんですけど。あ、そうだね。でも私はこうじゃなくてこうでしたね。こう派でした。なんかこう打ってました。綺麗に。はい。無駄なく。綺麗に無駄なく。スタイリッシュに。グスタイこいつかっこいいなって思われる打ち方になってもらえれば打てないけど、なかなかね、皆さんのようには、まあ、まあ、ちょっと頑張りたいと思います。これからまた勉強してください。はい、あのスロットを好きになってください。よりね、うん、こういう題材とかいっぱいあるんで、はい、ゲームとか、まあ、打てば打つほど楽しめるんでね、うんうん、今後も今日本当楽しかったですね、うん、ね、さあまあ次回もありますんで、はい、わわわ今回僕代打なんでね。代打代打ああ代打エスカエムちゃんがねもう代打とか言うけ今私試合どうなっとるだろうって思い出してしまったじゃん代打です代打とか言うけ代打国防って思ってしまったじゃん、うん、危ない危ない野球ばっかりだ、はい、この番組はスロット番組だったねはいすいませんでした、はい、そうでしたエスカエムちゃんが次回いつかまた出ると思いますそうだねまたゆめちゃんもね早く元気になって、はい、次回、はいまあ、早めにね来てもらえたらいいなと思います、ね、グラビア対決やってもらいましょうグラビア対決をねマシンさんもねピッチヒッターで来られたらちょっと私困るんですけど僕のグラビアは今欲するのかな違いますよそれはやめとこ欲してない需要ないから大丈夫需要ないから、はい、大丈夫まあそうですねあのシンさんピッチヒッターに来てもらったら絶対勝てない、はい、そうです勝てないけどいい当たりは見えるから楽しいんですけどね、まあ、楽しんでまた来てくださいね、うん、またお願いしますよろしくお願いします、はい、それでは今週も、はい、この後ははい、今週もね、7日のセクシーカットでお別れしましょう、はい、ありがとうございましたまた来週どうも、ヘイテンくんです。次回の収録はこれだ。7日勝負、厚木金田編。6月7日、日曜日の収録は、ジャパンニューアルファ厚木金田店で、ダブルブッキングのお二人をお迎えして、ミリオンゴッド神々の凱旋バトルをお送りします。皆様、ぜひ遊びに来ちゃってください。えいえい来週の7日勝負はフェヨン純様をお迎えしてのミリオンゴッド神々の凱旋バトルをお送りしますお楽しみになさってくださいここで番組からプレゼントクイズのお知らせです勝者シンさんの出玉で楽しいアンパンマンタウンバケツをゲットしました番組ホームページまたはハガキで応募してください。よろしくお願いします。天下一舞踏会北九州大会。孤独のスロット好評配信中。景品獲得バラエティダッシュマン好評配信中。諸国漫遊新聞若ちか若ちか。フィフティーチェンジ好評配信中。諸国漫遊新聞好評配信中若ちこ若ちこ諸国漫遊新聞ちくしょう天下一舞踏会好評配信中
VTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 VTube ダウンロードしてね。えいえい。